はい、それでは次の曲いきたいと思います。それでは聴いてください。阿部真央さんでここにいて。
聴いてもらった曲は阿部真央さんのここにいてっていう曲でした。ですね、次の曲で最後になるんですけど、それが聴きたかった。ありがとうございます。次の曲に行く前にちょっと告知をしたいと思うんですけど、明日10月31日ハッピーハロウィーンの日なんですけど、弁天町のオーク200っていうところで歌姫ライブがあります。観覧無料ですのでぜひぜひお越しください。多分ね、可愛い子めっちゃいるんですよ。可愛い子がいっぱいコスプレしてね、もう写真いっぱい撮られるんだろうなって想像してるんですけど、私もね、仮装させていただきます。まあ何するかは秘密ですけど、まあ面白い系のやつするんで私は可愛さを狙うんじゃなくて面白さを狙ってるので、はい、その辺をねちょっと意識していきたいと思います。で、11月のライブなんですけど、11月の8日にクラスメイトは同級生っていうトークイベントがございまして、歌となんか動画を見たりして喋ったりとかいろいろするイベントなんですけど、そちらはさっき一部ではチケットありますって言ったんですけど、置き付けじゃないとなんかできないみたいなので、ぜひぜひロフトプラスワンウエストさんでやらせていただきますので、ぜひぜひお越しください。あとは11月23日にホリエゴールディさんでライブをします。こちらのチケットは今日も持ってますので、すごい豪華なメンバーがいっぱいいますので、ぜひぜひお越しください。あとラストなんですけど、あ、ラストじゃないわ、11月の28日にまた先ほど言った歌姫ライブがありますので、ぜひぜひお越しください。あと2016年に入って、1月9日にドキフェスっていうのがあるんですけども、こちらいろんな企画がもうねいっぱい、なんていうんですか、考えられてまして、私はもしかしたら踊るかもしれないというね、踊るかもですよ、もしかしたら踊らないかもしれないで、踊る方がまあ、まあ秘密秘密にしとくので、こちらはですね、明日の歌姫ライブでチケットは配布というか配られるみたいなので、買えるのか、買えるみたいなので、ぜひぜひ声かけていただけたらなと思います。